はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。セイルトイズイルミナテージの編集者スンクスンクスンハーフレコーチ。はい、というわけで私、ドバイス行きましょう。これもちょっとまあ前のバージョンにはなっちゃうんですけど、ミラージュ君の天体対戦を行った時の動画でございます。この時はですね、私のデッキは4枚、視点白馬地銃的なデッキなんですよね。てかこれそう、まだ直してなかったんですよね。これね、高村さんである必要というか、視点白馬地銃である必要がちょっとなくなっちゃったんですよね。前はね、ここが関羽が旅風だったんで全然良かったんですけど、白馬地銃軍用しか対象取れないんで、高村さんとは竜曹、竜曹じゃない、竜曜、ね、だけにかけてもしょうがないんで、じゃあ高村さんはちょっと変えていこうかなと。で、まあ、飛天内型はね、もうしばらく関羽にするしかないかなという感じですよね。あとは私が、まあ、持ってれば、そもそも制圧2で、制圧上昇で、制圧が3になれるカードがあれば、それが欲しいかなという、飛天状態でちょっと寝れるカード。フォアチョイスしていこうかなと。おばへ、相変わらず。なんかね、ここ最近、なんか、ちょっと病的に眠いというか、なんか常に眠いんですよね。てか、どんだけ寝ても眠いぐらい眠くて。要はちょっとなんか、これ下手したら病気なんじゃないかなって、ちょっと不安になるぐらいなんですけど。まあ、そんな感じな状態なんですけど、頑張っていきたいと思います。本当でも、ちょっとあまりにも、なんかまずかったら、ちょっと本当病院行かなきゃなと思うんですけどね。なんか眠気が取れなすぎるみたいな、こんな病気あるんですかね。まあ、そんな話は置いといて。で、お相手のミラージ君のデッキが4枚の暴虐デッキですね。まあ、実際ね、トータク、ね、そう、ここの枠トータクでもありかなってちょっと思ってるところもあるんですね。まあ、タクとしては割と、みたいな。視点暴虐みたいな。それもそれで面白そう。そうですね。で、そう、リョキ入りの暴虐ですね。ドキドキです。いや、リョキもだいぶ強くなりましたからね。ほんと侮れない、スペックとなってくるんですけどね。じゃあ行きましょう。いざ回戦。バトーン、バコーン。こんな感じで。さてと、っていうかでもね、あー、そうだったく。グッシャーン。あ、これは。これはゾイヒーですね。しかもね、何がやべえって、加工派がね、割とガチでやばいっすよね、加工派。加工派はね、まずいですよ。で、にしろ白馬竜にしろね、ぶっ刺さるんで、あはは、ひでえなんていうぐさぐさ体勢。それはやばいっすね。やばいやばい。しっかりって感じですよね。竜也さん死にそうなんで、一回下げます。これは危ないな。ワンスルーするか否か。てかさすがにちょっと兵力がまずいですね。まあ、ちょっとなんとかタウンで。で、これで一応、起点待って、で、とりあえず、リョキは倒せそうじゃないですか。はい。リョキとりあえず倒せれば OK で、で、さすがにちょっとまあ、まずいんで、一回ワンスルーですね。加工班とかワンスルー。あとは、加工派がシャリ。使ってこないことを祈りつつ、閉じていこうかなと。あぶねえあぶねえ刺さりそうだった。逃げよう、逃げよう。刺さりそう、あぶねえ。これは良かったですね。ギリギリでしたけどね。今ミラージュさんが、あーって言うて、刺さなかったーって言ってましたけどね。これは序章も倒せるか、倒せました。さあ、殲滅できましたよ、殲滅。さあ、行きましょう。ここで、トータクも逃がさずに倒してしまいたいところだが、しかし、倒せるかな、倒せました。さて、ちょいずっとここでね、コトンさん工場で、カーンは、ちょっと内乱をね、ちょっとね、でも、ほんとね、いくら速度が速くても制圧が1まで下がってるんで、なかなか濡れないんですよね。うまくやりたいところ。危ねえ、リョキエさん。微妙に刺さりそうだった。危なかった。あ、止めます。まずここで内乱止めの。てか、まぁ、あ、ちょっと叩かれちゃったな。痛いですね。だいぶ城が減ってるんで。じゃあ、ここはリョキをね、リュウヨウさん。ここでやっぱりリュウヨウさんの進化が取られるんですよね。はい、ここはね、しっかりと寝させないんですね。やっぱね、ここはリュウヨウさんの意味があるんですよ。極め渋れ
で、これ乱撃無双と。これはもう怖いんで、一回逃げましょう。まあ、ラインは高いんで、全然問題なくて。ただ、竜陽さんは捕まっちゃうかもしれないけど、あー、でも大丈夫かな？逃げられそう。で、地味にこう逃げると見せかけて、加工派のやり消そうかなと思いつつ、まあ無理でした。あー、竜陽さん死んじゃうかな？これ死んじゃうやつかもね。あー、ギリギリ逃げられた。神。神みたい。さあ、ここで、武の方向と。いやー、なんだかんだでこの経力はクソ強いですからね。特に飛天状態ならなおのこと強いと。とりあえずね、ジョシュだけは倒してえなと思ってて、だからとりあえずね、そつらないで、ジョシュはね、ちょっとね、乱戦して倒したかったんですが、おっと、ここで、攻略と。まあ一応これで、あれですね、まあ、落雷を刺される心配はなくなったんで、あーとか言ってると、カンを失ってしまった。いや、連携アタックちょっと悩んだんですよね、ここね。やばいぞ。やばいぞ。あー、まずいまずい。いやー、しかもリュウさん死なせてしまった。まあでも一応、コウソンさんがいればなんとかしてくれるかもしれない。で、柵はちょっと、ね、最悪連環でって思ってて、一応ね、再建ついてるんですけどね。はい。危ない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 、気をつけて、気をつけて、無理しない無理しない。無理はしない。まあ、言うてる間に、ね、ちょっと白ダメがやばいですよね、白ダメがね。あれと思って。しかも内乱がさ、結構カウンがいないと内乱止まらないんで、それがちょっとね、とりあえずここで連環かましてカウンター取りたいと思ったけど、これ増援なんですよね。増援かーっていう、ここで増援は結構まずくて、最地が増援だとね、まずいな思ったんですけど、ここは。とりあえず、ジョシュは倒してなと思って倒しますが、さて、とりあえず、なんとか捕まえてしまいたいところなんですが、じゃあ、コウソンさんの兵力が少ないから、ちょっとね、で、暴虐と、厳しい。何より私には時間がないんですよ。時間がない。これも辛いんですよね。病気がいるんで、ちょっと竜陽さんでやり消した方がいいと思ったんだけど、この時その判断できてないな。ですよね。やばい。ですよね。これはしくった。これはひどい。ミスター、やっちまった。もうカームがいないから濡れないんですよ。どうするんだって話ですよ。でもタイムリミットがですね。やばい、クッションもやられちゃう。やばい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 。てか結構攻略長いんですよね。オッケーオッケー。で、トータク倒しの、あとリュウヨウさん、リュウヨウさんはぶっ込んでいくしかないんだけど、時間が。これ歩かせなきゃよかったかな。歩かせなかったらワンチャン向上。いやー、ちょっと城殴らせすぎちゃったっていう感じですかね。なんか槍にがちょっとやりづらかったですね。というわけでいきましょう。ホッスー、というわけで安静会なんですけど、まあ実際ちょっとやりづらいデッキではあったのですが、むしろでも言うてですよね。なんだかんだでね、車輪とかより暴虐優先で叩いてくださったりとか、まあそれはそれでそういうコンセプトのデッキだったとは思うんですけど、私結構暴虐で強気で叩けないんで、なかなか参考にはなる感じだったんですけど、あと、ジョシュの落雷が地味に怖くて、ね、兵力、まあ言うてですよね、一応カウンとコウソンさんは知力高いんですけど、ただね、やっぱ割とミリまでこうね、まあ騎乗しやすいからこそ、ちょっと戦場にね、低兵力っていうか少ない兵力でね、結構居続けちゃったりするんで、そこを落雷で疲れたりするのがちょっと怖かったなとかって思ってたりとかしました。まあそんな感じですね。まあ行きましょうか。まあだからちょっとね、槍にビビった感はというか、なるほど、加工派縄文特攻だったんだもんね。うわー、刺さっているってか、よく考えたら、これなんかやらかしいですよね。さあ、あとあれですね、スタートボタンで、なんや、押すとこの辺に相手の装置とかの表示が出るんですよ。一覧表みたいなやつが。それはやっぱり動画では反映されないですね。ちょっと何回か試したけど出てませんもんね。なるほどって感じですね。まあ、そりゃそうかっていう感じなんですけどね。まあ、邪魔になるから。
まあまあ。いや、それにしても刺さりすぎま、これは全部あるやで、ね。こんな刺さったら、そりゃ開幕取られるわ。もう、バカーって感じですね。あんまひどい。いや、むしろここでやり消し、ちゃちゃっとしちゃえば、もっと全然いい展開があったんじゃなかろうかって感じですよね。ここもちゃんと場内やってりゃよかった、よくて。そしたら、高三段兵力そこそこあったんですけどね。まあ、ワンパンもあるてか、でもでかいんですよね、これがね。やっぱ縄文特攻で、こうがついてるから、まあ言うて、まあでもそんなでかいっすわな。これ、リュウヨさん、ちょっと潜らせるもないもねえか。危ねえ、これ刺さるし、危ねえ、ジリですよ、ジリ。まあ、一応、ジリやることはやってるけれど、これもかなり強いことかったっすけどね。もうやるしかねえなって感じだったね。ここ、むしろ、まあでも、塗り、本当だから、あのですよね、制圧が減って、なんか、マイナス2になったことがあるし、ここはもっと本当は強くて向上を取りたかったんですけどね。貴様か、いや、本来だったらもうちょっとな。で、ここだって、まあ、どっちかっていうと、関羽はね、武力的にも関羽を縄文に入れて、高層さんがマウントを取るみたいなことをやりたかったんですけどね。危ねえ、刺さりそう。そしたら、リアスも倒せたかもしれないし、まあでも言うてかなぁ。まあ、兵力少ない状態でね、あんまり、ね。まあでも、ここら辺をやることやってるんだよな、ね。一応、竜王さん当てて、ね、そう、工場兵だ。工場兵はギリ刺さらないんで、本当にそこは強みなんですけど。やっぱこの槍見本をいかにね、だから竜王さん、場合によってはあれかもしれないなぁ。でも、ここで叩かれちゃった話は別か。余計強いなぁ。だから、防護戦法で、この槍2枚を食べるという選択肢もあったかもしれないけど、多分完全にこの多分乱撃無双で やられちゃうと多分防護戦法を使ったところでみたいな感じだった。ただ防護戦法の検証にもなったから、それをやってもよかったのかもしれないなんてね、思うこともありますけれど。いやー、これで竜也さんもね、だからこれね、槍消し的には竜也さんしかいないしね。まあ最悪、いや最悪も何もないか。いや、でもカーン叩いてカーン置いといて、で、カームで乱戦で、コーソンさん乱、連撃というか連突っていうのもありだったかもしれないね。でも、こっちで使ったはいいけど、やっぱり槍怖えなって思って。あと、ね、これもちょっと徐々にビビりすぎたね。これ、トートロ連突してダーン倒して、一回城入って、この辺から出して、乱戦して、で、あとコーソンさん連突とか、で、その隙に竜也さんは橋工場行くぐらいでもよかったのかもしれないなんてね、思うこともあるけど、ただね、暴虐強かった。ただここだから、ここね、でも連冠で止まんないかな。天下を支配する。でもここで連冠はありだったかもよ、これ関羽死なせるぐらいだったらね。これもひどいね、関羽がいれば全然まだ全然ね、違う展開あったんだけどな。もうボロボロっすもん。ここで城がっつり取られちゃったから、確かにね、どっちみち連冠叩いたら増援があそこで叩かれてたってことになったんでしょうけど、それでもまあ違う展開もあったんじゃないかしら。あとどっちかというとこの辺で竜陽さんが、だってそうね、竜陽さんが無駄順にさせたようなのがあったよね。ここか、これむしろ竜さんは橋攻めして逆にいいですよね。もう城取りに行くぐらいの気持ちがあった方が良かったか。そしたら攻略そこが手に取れたし、連冠が役に立ったし、実際増援だったらっていうのもあったね。下手くそ。まあまあまあ、ちょっと立ち回りがぬるぬるだったかな。実際城取りに行くっていう、やり方は実際だから、暴虐と正面から殴り合うっていうのは割と愚かだったかなっていうのは学べましたね。なるほど、暴虐強えって感じでしたね。正面対決はできなかったかっていう感じでしたね。なるほどなるほど。まあとりあえず高村さんの枠はいい加減そろそろ変えますんで、まああとオタクかな、誰だろう、ちょっと探します。でもギドン、長量とかも持ってないし、技能 2.5 個数。だからまあ、牙がいいんで、まあもしかしたら制圧さんになれるカード、じゃあ探してみようかなと。こんな感じで、じゃあお疲れ様でした。バイバイです。